こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。今日は、東神町の天ぷらうどんに行こうとしてましたが、お休みだったので、近くの東仁うどんという、大衆食堂に行きました。うどん屋じゃなくて、大衆食堂なんだな。地下鉄空港線、東神町駅のすぐそばにあります。創業して65年以上、親子3代にわたり、続いてきた食堂だそうです。味のあるショーケースだな。ラーメン、390円。中華丼、540円。カツ定食、670円。ちゃんぽん、小、550円。店内は、テーブル席と対面式のカウンター席。それに小上がりがあります。近所にあれば、常連になりたい。家庭的な雰囲気だな。壁にたくさんのメニュー札。こちらが小上がりです。小さなテーブルが2択あります。二人用くらいだな。お店の規模の割には、メニューが豊富です。和、洋、中、の食堂メニューが揃っており、出前もしているので、地元民にとっては、とても使い勝手の良いお店です。かけうどん、かけそばは330円。博多うどんの定番、丸天うどんは440円なんだな。各種定食も安いな。汁物は、味噌汁や豚汁の他に、かしわスープや、豚スープがあります。看板メニューは親子うどんだそうです。今回は、中華料理のメニューから、謎に思った、なんちゃー麺、を選びました。と書いて、なんちゃー麺です。なんちゃー麺700円。炒め野菜がいっぱい。豚肉、干しエビ、ちくわ、干し椎茸、などが入ってます。香ばしい炒め野菜の下には、ところどころ焼き付けた麺。博多の屋台の名物、焼きラーメンみたいだな。麺は、ラーメン用の細麺を使ってあると思うわ。焼きラーメンみたいだけど、イメージ的には、焼きビーフンのラーメン版ね。とっても美味しかったわ。私が大好きなとんかつ定食。カツ定食、670円。値段の割には大きいカツだな。わらじカツ、ってとこね。ご飯、味噌汁、冷ややっこ、お漬物がついています。ご飯のおかわりは、小130円、中160円、大200円よ。これはまた薄いとんかつだな。でも、衣がカリカリで、クリスピーな食感がいいの。ご飯が進むわ。ちょっとした一品料理もあるので、夜の食堂飲みもいいわねー。ごちそうさまでした。帰りは、お店近くの、東神町商店街を散歩したわ。大衆食堂と雰囲気がぴったりの、レトロな商店街だな。それでは、ご視聴ありがとうございました。